ところで書いてあるのが頼朝公もとも同じなんですけども、陽武の狭間大神社の五印象台ってこれ出てくる、太陽と月こうやってね、剣とこれが出てくるんです。これは応神天皇、17年9月9日まで用いたる御室狭間大神社の御印象なりということで、この、神代の元始め開闢より応神天皇まで使った太陽と月、そして統一した剣、そしてこれが道祖神、目を二頭の神、国友たちのことで似た気をして、これは水でしょう、そして鏡と、こういうふうに、ね、大体こんなことが一つあるんです。で、こういう印象で、この狭間っていうの、天祖の山に座した誠の狼であるとの神社というのをこう前に、ね、説明しました。このアーザーマ、でこれが朝間になりましたよっていう、ね、この宣言というのをこうやって朝間こういうふうに、ね、なってきて、こうやって文字が宣言から宣言になって、この狭間、すなわち天祖の山に座した魔王神、もう一つが天族、雨族が、雨族が、来て、そこに狼を祀った。雨族、鳥居の一族、雨族、魔族の一族が、高田山中心にまた日向山、安達山にこれを山のところに雨族が都を作ってそこに立ったと。今狭間大神のところですね。で、まあちょっと本部になるときはね、あそこね、阿蘇海って言ってるんですよ。阿蘇の海って言ってるんですよ。阿蘇海、阿蘇海で、安達山、そしてもう一つ出てくるのが中心に、神道を作った。でこれが海から行った、ここを熱海としておく、伊豆半島とか熱海、そして安達山、こういうふうになってるんですよ。でこういうのをこう、これをこう天というふうに変えて、言霊から今こうなってるんだけど、ちょっと見ると、
違う字で出てくるんですよ。熱海だとかね、熱海だとかね、足立ぬいとかね、そういうふうなもので、そこの歴史をちょっと紐解くんです。そうすると、あの古家だとか、そういろんなのにね、ちゃんと残っていて、そして、富士古文書を、まあ、信徒があったとして考えて結びつけると、ぴったり字が変わってくる、ね、でそういうふうにあのしていくと、今この阿蘇志功の、まあ、次男、阿信長尾の御事が、高尾山古墳の、主であるというところに到達してしまうんですね。で、大和の竹の時に戦ったね、それね。で、ここの、ところで守った人、で沼津のそこでこう見渡してね、そして、足高山のところに居城を置いた、そして古墳がその下に置いた、そういう方っていうかね、その地形だとかいろんなのを見てると非常に分かるということになるんですね。それでこれで、あの、かぐやま、どこに後でまたね、してみます。それで、飯縄文書は何しろ、この足高山のふもとにあって、まあ、いろんなのがずっと書かれているということになりますね。で、この後藤文書というのが書いてあります。で、後藤文書も書いてください。で、後藤文書についてはね、こんな風に文字が書かれているんですよ。で、これは、あの、ひふみよいつむや、こうと、九つの子にと、ひふみよいつひむなや、九つの子と、十。これ十文字で書いています。で、このひは、火の神の火、一、火。で、これ鴨さんがね、少し、あの、という人がね、これはちょっと後藤文書っていうと甲府なんですよ。山梨県甲府市小久保にこれ見つかりました。こういう文字がね、この31文字ずっと見つかってるんです。で、これは、飯縄、神社足高山の方、片や甲府、足高山、それで国と子たち目を二柱の親神と、ここに書かれている草文字ですね。新草文字になるんですけども、これを飯縄文字と、文書、飯縄文字と言ってるんです。この草文字の書き方なんです。これね、こに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 なってきたんだよね。これ後で、あの、一覧表を出しますので。で、ここに言ってるのが、その火っていうのは天、火は天、不は地、みは、なんて書いてある？おん、俺のおん、みは、おん、で、よいは、そう、そして無、無は、無な、これは、大という、とと子で神だと、こういうふうになってるんですよ。そうすると、
これをまとめると天地御親の親神と。山梨県の国語に天地御親の狼だというんですね。そうすると国と子たち目を二柱の親神っていうのは大元尊師、大元神と大元帝と、でまさにこれは大神である、国徳たちの神である、祖神ですから同祖神であると、親の神祖神。
こんなのがね、だんだん分かってくるんです。で次の、伊豆山神社です。これずらっと見ていくと、特徴がありますけれども、これ東北、関東、ものすごく多いですね。伊豆国ですから、伊豆の国ですから、当然あの伊豆の目様に関係していまして、日本でも六宝石っていうのが伊豆半島で取れるんです。石がね、こう六角形してる。よく見てる、細長くね。で、あの薩摩、鹿児島でも取れるんですよ。で、これ六。すなわち物質の関係、5と6の関係、火と水の関係で、ものづくりの中心を成した国。こういうのがね、出てきます。で、これずらずらずらっと見て。で、ここでないのがね、これないねってこう考えて見ているのが、この中国、四国、九州、意外と少ないんです、これ。で、ここに登場するのが、あの鴨神社、その前のページ。そうすると、これでちょっと出てくるんですね。四国ですとかね、鳥取ですか、岡山。あれって思いますね。鴨神社も、伊豆山神社も、同じ鴨国とすると、まあ、全国に広がってるってことになりますね。それで、次のページのね、5番上津住みっていうのがあるんです。これは、8ページね、上津住みってあります。で、これは、ここに豊国文字っていうのがあるんです。で、書かれてるんです。ちょっと大きくしてみましょうか。あるかな、豊国文字。ある。ないよね。ちょっと大きくしてみると、こんな文字。これ、象形文字ですよね。田は田んぼの田。こんな感じでね、あ、なんだこれ象形文字ねっていうのが大体わかりますよね。そうするとこれ全部古いってことなんですよ。古いですね、はい。で、ここで思いっきりちょっとあの時間の関係があるので、いきますよ。あの、草文字、鴨文字、大宮文字、含めた、飯綱文字、あのアヒル草文字っていうのがあるんですね。で、これをちょっと参考にしてみました。これアイエオって書いて、これ神社がずらーっと並んでるんですよ。これ神社になってます。これは、アヒル族って言って、これ対馬になっちゃったんでね。対馬になって、これは対馬ね、鴨、対馬。ここはね、周防国ってね。で、これ今の山口県のことです。で、山口県調べて、これをね、周王国、すなわち諏訪と言ってた、ね、山口。出雲大社、諏訪神社。ちょっと関係してますね。で、ここに歩みようってずっと文字がついて、ずっとあの次のページもあります。これずっとこういうね。で、これ全体がね、とても似てるんです、これ。同じやりですから、これ。ずっと。ね、これずっと似てますよ。この地についてはずっとみんな同じ。ここだけ違う。ここ違うのはね、この飯綱文書、そして、泡文字、伊豆国、泡文字、ちょっとこう
これだと大きくしてあ、なんだっけ、一つ前この天地神社って書いてある、阿波神社、伊豆国阿波神社に伝わる。で私はね、ここと、それから飯綱門に駿河の国、この2つはね、すごく似ていますよ。これちょっとこう見てくださいね。こことちょっと違うんです、これこうこうこう。でこの特徴は何かっていうとね、次、ここにあるこれ、これ木っていうのは万字書いてるんです、2つ。でこの万字のこういう点々もなくなって、なんとなくこう動いてるなってのが分かります。でこうずーっと来ますね。でずーっと来るんです。ここ、こうかなりこう2つ似てる、こうちょっと違うんです。でこれ、これ見てね、自分で思うのは、この2つの文字、その象形文字によく似てる。象形文字、形が出てる。で、この先ちょっと出てくる。で、ここの2つですよ。これ、要するに、この駿河の国と伊豆の国の、この2つの、これ。ね。すごくね、興味持ってます。それでもう一つの特徴はね、これ縦が多いんです。縦が、縦と横、縦と横になってるのがこの天地文字だから、天と地、天と地、地は横、天は縦、火と水、神、天地、これをね表してるんですよ。だから文字もね、非常にそのまま出てくるの。これ二つ縦でこっちない、これが入っててこっちないとかね、これ入ってますね、あとないですね、ここ2つ入ってますね、ないですね。で、これ縦が非常に多いんですよ、これ。すなわち天地表した伊豆国、そしてこれが鴨国となると、この時代がね、非常に なんとなく分かってるんですよ。それで、一覧表、最初に見せても分かんないから、これをまとめますよ。とこうなんですよ。高山原文字、阿蘇山文字っていうのが、ね、残ってます。で、これが豊国文字、ここに出てきます。これが最初だろうんですよ。そこから変化して、阿波文字、天地文字、これがここに特徴的に残っています。伊豆半島、駿河の国、ここで、これを阿波文字、阿波文字って言っている。アヒル三文字のこれ全体のなんですが、ここでここの鴨文字も入り、出雲文字も入り、鹿島、これ屋敷、こちらがいろんなところに出てきます。三輪山、大宮神社、鶴岡文字とかね。そうすると、これに、富士王朝から、どんと向こうに九州に渡って、九州から大和朝廷が来て、そしてそれに付随して文字が点々といろんな神社に残ってると。こういうふうに、一つの、仮説みたいなね、流れが出てきますよ。で、これに沿ってですか、これに沿って研究すると分かりますよ。で、そうじゃないと、まずぐちゃぐちゃで何にも分かりません。やるんだけど根拠ないから、それ知ってれば終わりです。役に立たない、何にも役にも立ちませんというふうになる。で、上津文のところにも、豊国文字でずっと出てきます。
この8ページにね、だと出てくるんですよ。そして、これはこの9ページのところにね、この9ページの 5番のところに平壌、平壌ですね、中国 の北朝鮮の方にある洞窟で見つかった文字、人工候補が言った三冠征伐の時のものだと思われます。人工候補というのは第10代王仁天皇の奥様、